これが名鉄名鉄百貨店です。百貨店で、あの向かいが春、はい、モード学園、モード学園春、新宿であの国運タワーですね、はい、すごいっすね。すごいっすよ本当に。そして道路が見通しが良くて非常に綺麗素晴らしい。今まで京都行く時とか通り過ぎてただけだったので、こんなにすごいとは。参りましたこのインパクト綺麗でいいですね。本当にちゃんと大きな通りがドーンってあって、それ沿いに建物がちゃんとあって、すごいなこれモード学園のビルなんですけど、すごい形をしてます、うねってます。今回の宿に到着しました。こちら名古屋クラウンホテルさんです。ちょっとチェックインしていきたいと思います。今地下鉄の鶴舞線の伏見駅におります。今から名古屋の秋葉原大須商店街、結構アニメショップとかが多いところに今から向かいたいと思います。この商店街の有名なコーヒーのお店ですね、はい、マツヤコーヒー明治42年創業らしいです。すごい、だいぶ歴史のある歴史あるらしいです。すごいですね。あ、本当だ、ここが名古屋のマンだらけです。商店街一本横に入ったとこですね。そうですね。じゃあちょっと行っていきたいと思います。マンだらけ見てきました。すごくあの売り場が広くてゆっくり見られました。で、天組の CD と会津の完全版の4巻買ってきました。ちょっと探してたので嬉しいです、買えて。あ、グッドウィルってないんですよ関東の方に。はい、行きますか。行きましょう行きましょう。あの予約特典でよく見かけるんですよ、グッドウィルって名前を。で、関東にないなと思って、近くに。こっちの方にはあるんですね。あります。あれか、あれです。こちらがグッドウィルさんですね。ここは家電屋さん、家電屋になるんですかね。フィギュアも置いてあります。じゃあ行ってみましょう。行きましょう。グッドウィルと、その他いろいろなお店が入ってましたね。入ってましたね。アニメショップ、掘り出し物がたくさんありましたいや、ああいうお店はいいですね、やっぱり。いいですね、あ、ちょうどこうですね、UFO テーブルカフェ。え、どうですか。ここです。あ、UFO テーブルカフェの名古屋店。名古屋店です。ちょうどゴッドイーターのカフェですね。やってますね。こちらにありました、今大須の最寄りの上前津という駅ですね。今から、名古屋の方に向かいます。戻ります。一旦先ほどヤバトンでご飯を食べてきました、はい、初めての、味噌カツ丼でしたが、すごく美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はあの川間さんのお部屋に取材に行って、一日名古屋を案内していただきました。本当にありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます、はい、次はじゃあコミケで、コミケでぜひまたお会いしましょう、はい、またお会いしましょう、はい、では、またお疲れ様でした。お疲れ様でしたありがとうございました。ではまた、はい、また本当にありがとうございました、はい、気をつけて、はい、じゃそれでは私は今からホテルへ戻りたいと思います。どうしようかな、地下鉄で行こうか、ちょっと歩こうかな歩きましょうかね。ちょっとじゃあ歩いて行きたいと思います。夜も非常に綺麗です。雰囲気がとてもロマンチックですね。カップルが多いですねこういうところはやっぱり好きな人と歩くのがいいですね、
リスマスムード一色ですね。一年があっという間に感じます。年を取れば取るほどなんでこんな月日の流れが早くなるんでしょうかね、本当に。ただ今年はまだ暖かいんですよね。11月のもう23日ですけれども、まだそこまで寒いわけではないですね。僕の今着てるこの上着は内側にモコモコがつけられるんですけど、まだつけてないですね。川間さんと名古屋駅の方で別れまして、今ですね、今回の宿泊先である名古屋クラウンホテルの方に戻ってまいりました。こちらのホテルはですね、地下鉄の伏見駅という駅から徒歩ですぐのところにございます。また名古屋駅からも歩けまして、だいたいそうですね15分から20分ほどで歩いてくることができました。今日はですね、川間さんのお部屋の取材に行って、その後名古屋を一日案内していただいて、本当に楽しい時間を過ごすことができました。本当にありがとうございました。今回の名古屋に泊まるということで、いろいろ宿を探していたんですけれども、もう僕はそうですね、今までも動画で何度もご紹介したんですけれども、お風呂が大好きなんですね。特に今温泉とか銭湯とか大好きでございます。ですので、せっかく泊まるということで宿を探す際に、まず何よりも優先したのが大浴場があることです大浴場があることを優先して宿を探したところですね、なんとこちらの名古屋クラウンホテルさん、大浴場があります。こちら名古屋クラウンホテルさんはですね、お風呂が2つございまして、男湯と女湯がですね、毎日入れ替わるそうなんですね。で、その入れ替わる時間、夜中の12時から12時半の間はお風呂入れないんですけれども、それ以外は入れちゃうみたいですね。はい、すごいですね。いつ行っても入れるみたいな感じに書いてありますね。で、今帰ってきて少し荷物の整理をしてまして、やっとちょっと一段落したので、今からですね、お風呂の方に行っていきたいと思います。先ほどお風呂に入って、すっきりしてきました。いやー、お風呂すごく広くて気持ちよかったですね。疲れがやっぱり取れますね。やっぱりお風呂は大事ですね。もうどこの旅行行っても同じこと言ってると思うんですけど。お風呂は非常に大事だと思います。今日はですね、お昼ご飯にきしめんを食べて、天むすのセットにしたので天むすも食べました。そして夜に味噌カツ食べました。そして、まだ食べてないものがあります。それはですね、こちら。手羽先ですね。こちらのお店、東京にもありまして、ちょっと気になってたんですね。でも実は、まだ食べたことなくて、今日が初めてです。ちょっと食べてみたいと思います。名古屋駅にある名鉄百貨店の地下1階にテイクアウトのお店がありました。そちらで買ってきました。ああ、いい匂いする。なんかこんな感じで。5本入ってます。これでお値段が464円ですね。じゃあちょっといただきます。美味しい結構胡椒なんですかね、ピリッとしててスパイシーですね。あ、これ美味しいめちゃくちゃ美味しいですね。これいいな。いや、これはやっぱりビールですねビールが合うでしょうね。こちらのお店、いろんな場所に名古屋以外にもありますので、ぜひ機会がありましたら食べてみてください。とても美味しいです。いや、これはちょっと時間が経って今冷めてるんですけど、それでも美味しいので、温めたらより一層美味しいと思います。ですので、お家に持って帰ってお家で食べる前に温めて食べるとより美味しくいただけると思います。ではですね、今から今回宿泊しているお部屋の紹介を簡単にしていきたいと思います。まず僕はですね、ちょっと見にくいんですが、6階の部屋ですね。と、こんな感じです。入り口入ってすぐ右手に、ここに上着をかけたりするところがあります。で、正面こんな感じですね。こちらに鏡があります。そしてまず、ここにドアがあります。ちょっと開けてみます。こちらが洗面所ですね。このタオルは僕が今干しているだけです。ここにはもともとは何もないです。で、まずユニットバスですね。こちらトイレ、ウォシュレット付きです。で、こちらに、歯磨きセットやカミソリですね。で、ここに洗面台。ここに、鏡ですね。そしてこちらに、ボディーソープとリンスインシャンプーですね。で、シャワーと、ここに浴槽があります。
こんな感じですね。今回のお部屋はあのシングルルームなので、このようにコンパクトなお部屋となっております。で、ベッドが、すいません、荷物がちょっとごちゃごちゃしてますが、ベッドがシングルのベッドですね。こんな感じで浴衣もありました。で、こちらがテーブルですね、テレビがあって、こちらのですね、テレビのテーブルのこの下に冷蔵庫があります。なんかこんな感じでお水とグレープフルーツジュース冷やしてます。で、湯飲みと、お茶ですね、と湯沸かし器と、これ加湿器ですね。で、ライトがあって、電話、ここでちょっとこう物を書いたり作業したりできるテーブルで、椅子で、こちらにドライヤーがあります。で、くずかごがあって、で、ここに時計とかありますね。で、これ部屋の鍵がこちらなんですけれども、こちらの鍵を挿すと部屋の電気が使えるようになります。で、これ窓ですね。開けると、あっちが名古屋駅の方ですね。で、あちらに絵が飾ってありますね。僕が今回宿泊しているお部屋はこんな感じです。ホテルと新幹線別々で撮ったわけではなく、新幹線とこちらのホテル代が込みのプランで申し込みましたので、お値段の方がですね、祝日の最終日、11月23日出発の11月24日火曜日平日に帰るプランで、で、行きも帰りもこだまですね、ちょっと時間のかかる方の新幹線で、で、こちらのホテルシングルルームで、朝食バイキングをつけました。それで、お値段が 19,500円ですね。調べてみたら、連休中をちょっと見てみると、やはり料金かなり跳ね上がってましたね。今回はスケジュール的に連休の最終日とその次の平日休みがあったので、それでプランを組むことができたので、ちょっと安くなりました。今日は、非常に盛りだくさんな一日でございました。明日はですね、実は帰りの新幹線名古屋駅を夜の8時発なので、かなり時間があります。明日はですね、実はとあるところに時間があるので行っていきたいと思います。それでは今日はちょっと早めに体を休めたいと思います。それでは皆様、おやすみなさい。